ご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。高橋ひかるです。2014年はたくさん新しいことがあった年でした。コンテストでグランプリを取らせていただいてたり、中学校生活がスタートしたりと、たくさん新しいことがありました。2015年はたくさん新しいことに挑戦して、今やってるレッスンもしっかり復習して自分なりに表現できるように頑張りたいです。それでは以上、高橋ひかるでした。